こんにちは、浜田翔子です。今回の翔子チャンネルは、私のとある日のお食事を公開したいと思います。この時の食事は初めてのものと対面という形で、一文字で、漢字一文字で出せるような食事になっております。待ってました、こちらです。すごくないですかこれ。でかくないですか。でか丸ですよ。ツイッターにこの写真載せたんですけど、これ何ですか言われました。めちゃくちゃインスタ映え、写真映え料理ですけど、これめちゃくちゃこの店に来ているお客さんにも、もう注目度がすごかったです。何で食べるのが正解？ナイフ？フォーク？でも手袋用意されたので、多分こうやって食べるのが合ってるんですかね。覗き見したところ、中身は見て何も入ってない、こんな感じです。まさかの空洞。アンパンマンをちょっと思い浮かびました。アンパンマン新しい顔よ、それみたいな。あ、そう、アンパンマンいただきます。そう、こちらね、大きいごま団子なんですよ。もうね、ごまがテーブルの下見てもらったら分かる、テーブルの下、テーブルを見てもらったら分かるんですけど、ごますごい飛び散ってません？これ多分崩すだけでごまが飛び散るっていう。この作り方が YouTube に載ってて、で、あ、作ってる風景が映ってたんですけど、これ多分揚げてずっとだんだん大きくなっていくんですけど、このごまは最後に多分ごまのプールみたいなところにつけてるんですかね、この大きな揚げ物を。ごま何個この日だけで食べたんだろうってぐらい、多分1000粒以上食べてんのかな。なんかね、最初にこの感想を言うのを、なんか一口だけだと難しくて、ただずっと食べると、あ、はごま団子ってなるんですよ。だからちょっとその感想を言うまでに時間がかかるっていう、初めての感覚なんですよ。なんかごま団子ってギュッてしてるじゃないですか、普通ちっちゃいの。あれだと、あ、いつも美味しいってなるんですけど、だから中華行くと大体私は締めにごま団子食べたくなっちゃうんですけど、はい、このごま団子はギュッてしてないんで、でかいんで、乾燥が難しかったです。もう本当美味しかった。はい、ずっと食べてます。そしてね、この日これ最後に食べたんですけど、このね、このお店中華料理屋さんなんですけど、初めてってぐらいこの激辛料理を食べました。なんかテレビの収録とかではよく激辛を食べたりすることはあったんですけど、プライベートですごい辛いものを欲することがなかなか今までなくて、でここのおすすめの麺と、あとあれ小籠包の辛麺のやつをいただいたんですけど、初めてめちゃくちゃ汗かきながら食べてるんですよね。なんでこのあと手袋を取った瞬間、手袋の中めちゃくちゃ汗だし、今も実は顔のね、おでことか
汗すごいんですよね。食べて汗かくって初めての感覚すぎて、なんか運動してるみたいって思いました。やっと半分ですかね。だからよく 汗かきながら食べるっていうのが好きみたいな人いますけど、今までそれが本当その感覚がなかったので、はあ、こういう感覚なんだって思って、そしてなんかその後この辛さの麺がすごい美味しかったっぽくて、また行きたいみたいな、ちょっと中毒性があるんですかね。辛くて中毒性があるってもう今までにないから、なんか変な感じです。そう、肘にね、ごま肘、ごまが本当に飛び散るんですよ。で、そう、ちょっと一回飽きたのでちょっと辛いものを一回こう食べてまた戻れるかなっていう。本当美味しかった、やみつき、汗すごい、そしてごますごい。あ、ごちそうさまですかね。多分これごま団子4名以上で食べないと食べれない気がする。はい、で次の日かな、いとこがガレット食べたいって言って、初めてガレットをいとこがね食べた日でした。最近よく食べていたので、今日は家で作りました。はい、自炊です。久々の、こちらはクラムチャウダー風クリームシチューです。とあとこれ今流行りのタンジェリンレシピっていうツイッターで回ってるんですけど、わかめとみょうがとタコとごまときゅうりで酢とめんつゆで、なんかこれでダイエットになるっていうので広まってて、あとめかぶとか納豆入れても美味しいって書いてありました。こんな感じでいっぱい食べた時の次の日とかはこういう感じもいいかなと思ってます。いただきます。おいしい。この日は撮影だったので外でマックのポテトとスムージーといただきました。はい、そしてこちらはアフタヌーンティーっていうのをした日です。私は初めてのアフタヌーンティー、ああいう階段っていうの、段になってるスイーツや、なんか調理っぽいのや乗ってるの、こういうランチっぽい、セレブランチっぽいのは初めてです。でね、そう、これ妹と行ったんですけど、妹はアフタヌーンティー何回か行ってたので経験者だったので、ちょっとね、アフターヌーンティーってこの飲み物を何回も飲めることも知らずで、すごいハロウィンですね。そうなんです。この時はここはハロウィン、ハロウィンフェアがちょうど始まったばっかりで、パンプキンとか栗とか、そしてこれもね、ハロウィン感がすごい。チョコレートの中にはフルーツとグミが入ってたり、中身美味しかった。もうね、全部見た目可愛いの、なんか目で楽しむ感じなのかな。で、こういうところに行くときってなかなかないので、なんかちゃんとおめかししていかないとって、久々に洋服を悩みました。ちょうどね、買ったばかりのワンピースがあったので、
このワンピースでちょうど行けてよかったなって感じです。何、ほんとこういうとこ行くとき困るんですよね。服ないんですよね。カジュアルっぽいのが好きなので、何枚かワンピース持ってるとまあ楽なんですかね。少しおめかし女子会ですね。たまにはいいですね、こういうところ。はい、でも結局はこういうところで夜ご飯をお腹が空いて超粉ですねいただきました。ここめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。私のある時の食生活でした。ではまたです。バイバイ。